はい、皆さんこんばんは、吉本です。さあ、ついに新情報発表日が2月2日に決まったと。こうしては俺 EX7 最後のクエスト行こうか。てなわけで対月光ラージャン用連射意味装備組んだわ。まあこれ拡散でもいいんだけど、今回は連射にしたわ。見切り逆恨み氷強化超会心会心撃通常弾連射強化口角の恩恵レベル3最下転覆チャージマスター奮闘レベル3装填速度レベル2強化渾身弓ダメ決起レベル1恐竜章弱点特攻連撃と。で今回の装備も強化を採用してるんだけど、強化の恩恵を一番受けたのは弓だね。っていうのもこの奮闘ってスキルと相性が良すぎる。これどういうスキルかっていうと、体力の赤いゲージが長いほど会心率と属性攻撃力が上昇しますよと。でレベル3だとゲージの長さに応じて攻撃性能がさらに上昇、攻撃性能が最大まで上昇するとスタミナ消費無効の効果を得る。これが強いのよ。でこのゲージの長さってとこなんだけど、これは赤ゲージの長さが総 HP の6割以上あったら属性と会心率がそれぞれ 20% アップしてさらにスタミナ減少無効と。で6割以下の場合が属性値がプラス 15%会心率が 10% アップで、その赤ゲージ6割をキープするための決起レベル1。ただね、まあ、割とスズメの涙用のような感じはした。でもかといってレベル2レベル3は詰めないのね。この装備さ、一式だからさ、マジでスキルカツカツでやばいんだよな。しかも V 破壊した後らしね、決起は。あとは恐竜消食で克服した時に体力の赤ゲージが全て回復で、まぁ、ちょっと貢献はしているな。でこれ恐竜症もね、まあ海霊星で取っ払ってもいいんだけど、そうなるとねせっかくの最下転覆レベル3が死ぬんだよね。それちょっと有識時代だなと思って取んなかったわ。で猫飯が超回復力砲を移動術第3短期催眠術レベル1で、まぁ、この移動術第レベル3も結局 V 破壊してからしか関係ないから別枠でもいいかもね。さあそしたら月光カーイラージャン行くんだけど、これ多分厳しい戦いになるね。カーイ化してない月光ラージャンで練習したんだけど、もうカーイ化してなくてもきついの。つかこの防具がめちゃくちゃ上級者向けでね。まあ、そもそも強化ってさ、ダメージを受ければ受けるほどゲージの減りが早くなるから、まあ、そしたらもう6割キープできないの、奮闘の。だから食らわない前提の防具みたいなとこあんだよ、三河仕上げりとかで。だからねー、むずいのよ。で食らうんだもん攻撃は。さあまずはこんがり魚で自分の胃に簡単な挨拶で、野鏡から入って、野鏡下から入っての強化方向、まず三河仕上げり、三河、あやべ、初めからやっちゃった、あれよ、あれね。これは2回で止める。3回打つとね事故る。ちょっと遠いな。強撃瓶でいこう。あー、もらってもだ。これね、もらうとね、まだ大丈夫だな。はいはい、うまいな。うまくね。でこれは飛んでよけて打つ。ちなみに野鏡下はねほぼおまけ、別になくてもいい。そのクリティカル距離戦うわけじゃないからな。でこれちょっと一旦戻そう。リセッティングしてスーパーソニックで強化発動を6割キープしなきゃいけないからね。おっ、もうどけた。でこれはねクリティカル距離狙えそうだから、これもあれだわ、2回でいいんで3回やる必要ねえんだ。矢切りあっぶね、やばい、ジャイロ手がおかしくなる、ねじ切れちゃう手が。
で、この猫パンチはこれが強いんだ。はい、これ3発。あぶね。一応現状6割キープできてるか。オドガロン来たね。オドガロンじゃねえわ、オロミドロか。じゃあこの間にリセッティングで、こいつの手を借りるか。でもお前ちょっと悪いタイミングで来たな。こういうすげえさ、なんかリズムゲームみたいにさ、なんかノリに乗ってる時に来てほしくねえんだよな。崩れちゃうから。5分待てよ、5分。なんかラージャンがちっちゃいのもいいな、やりやすい。でかいでやりにくいからな。で、これ接敵瓶に変えて、邪魔だよー。あ、やばい、強化してねえじゃん、最悪。いいや、これ強引の ML を待つ。あれ方向からじゃない、いかん。オッケー。ちょっと待って、ガチでうまいんだか。あー、これもうちょっと当てられたな、今。3回逃げるな。ガチでコロナの後遺症の席治んないんだけど。つか日に日にひどくなってるんだよね。念のための野鏡か早替えで、好きやるときに強力の弓がきやっていきたいね。いや、強力のあやめ、これ飛んじゃうか。止めてなくてもね、普通にこんだけダメージしてるから全然頭当たってないけど、てやれしょーよいしょ。もうなんならあれじゃん、強化マスとしてねえし。ちょっと待った、まだこんがり魚食ってない、間に合うか。オッケー、さあ今度こそだ、当たるー。いやー、これ総ダメージ量が半端じゃない。だって一発だよ、一発でこんな赤ゲージの減り早くなっちゃうんだよ。とんでもねえな。ヘイ、それはダメだよ。いやー、これもちょっと重すぎんな。うー、すごい、ちょっと待って、相打ちだったんだけど、こんなことあるんだ。いやー、くそ。まあいいや、これはね、血気で回復しようよ。いやー、ちょっと待って、これタイミング合わせやすいから頑張んなきゃいけないんだけどな。あとこれね、うわー、できてない、やばい、ちょっと待って、おい、カイドウ化状態にボコられてんだけど、なんかあまり削れてる感じしないよな。いやー、欲張りすぎ。このさ、デンプシーロールが一番遊びにくいんだよな。いやー、もうきつい。うわー、でもさすが強化だ、あんだけ連撃を食らっても知らない。強化のぶっ壊れっぷりは健在だね。あぶね、あぶね、あぶね。で、これはこうこうこうで、これさ、もう俺これ後ろに受けようかな、逆に。前に避けず、避けようとするからさ、デンプシロールきついんじゃないの。あー、もうやべえ、もう全然ダメだ。これなら強化使わねえほうが火力出るじゃんって話になっちゃってるな。いやん、いいよー、早替え。お、これちょっと攻め抜き、全然攻め抜きじゃねえ、微塵も回復しなかったわ。あー、
ーもうマジ落ち着いていこう。もう気持ちで負けてるよ、気持ちで。こんなんじゃ勝てないよ。気持ちで負けるの、まず。いやーできない。バカ野郎、気持ちで負けるな、気持ちで負けるな、気持ち負けた、おら。普通に方向マジできないんだけど。気持ち負けた、気持ちで、気持ち負けた、気持ち負けた。よっしゃー、ゴー。気持ちで負けた。どこまで派生すんのかが分かんねえんだよな。ねえ、ワンパンやん、ついに。さあ、フロギー頼むぞ。いや、もう絶対当たってないよ。やべ、これはね、まだノーダメっていうか、食らってないから、強化してから。これ普通に回復読んでいい。3連撃で OK。 前、ね、絶対できてるってば。判定きちすぎるわ。いかーん、やべ、大丈夫。いや、マジ2連続で負けたらシャレにならん、俺の心が。前、当たってる。いやー、ちくしょう、これ当たっちゃダメだよ。よし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 、大丈夫だよ、落ち着こう。もう全然強化である意味がねえわ、俺のこの指テクだと。オッケーオッケーオッケー、いいよ、全然。鼻手させておけばいい。あああああ、おい、それやっちゃダメだよー。